久保さん。まあ、月はね、まあ、多分宇宙に一つしかないと思うんですけど、なんか地球上にはね、月が何個もあるっていうね。まで,でも何個もあるんだけど、まあでも限られてますからね。でこの前ね、あの、うん、新潟行ってきて、ナミさんか。ナミさんと会ってきて、まあ、久保さんのことをね、すごい言ってましたね。久保さんと吉谷さんは、 どうのこうのって言っていただいたんですけどまあ奈美さんとのお付き合いもねもう10年ぐらい経ちますんでうんやっぱねあのなんだまあ今発信してる人いっぱい出てきたと思いますけどもでね僕と久保さんよ僕と久保さんの再生数とかリーチ数なんかたかが知れてるんでまあいっぱいそのなんだあー僕たちより有名な人たちっていうのはいっぱいいるんだけども でもありがたいなと思うのが、そんななんか新しくいっぱい出てきてね、そのインフルエンサーみたいな感じで、有名な YouTuber とかもいる中、やっぱ10年もこう気にかけていただいてるというか、10年もまあ追っていただいてるっていうのは、まあありがたいですよね。逆に言うと10年もこう見ていただいてるっていうのは、気が合わないと多分それもなかなかその巡り合わせがないのかなと。まあ、久保さんともね、出会って10年も経って、 まあこのやりとりもずっと続けてますけどまあなんだろうな生きていく中でうんなんか出会いの交差してると思うんですけどもなんかその交差が途切れない人って何人いますかっていう生きてきた中で多分ね限られてると思うんですよでえっと日本の離婚率が30%ぐらいなのかな,なんかその神父の前でね永遠の愛を誓ったとしても別れたりする確率が30%ぐらいあるわけじゃないですか でその中で永遠の愛を誓ってないのにこんだけの国つながってるっていうのはこれなかなかすごいですよね。久保さんと僕永遠の愛誓ってないと思うんですけど。<laughs> 神父の前で <laughs>。<laughs> 僕はありがたいですよね。だからまなんかこれはやっぱ発信してなかったらこういうのないし。うーん、なんか生きていく中でお金も大事なんだけどもお金プラスお金と人と健康ですかね。 まあ人間関係っていう多分ここの3つの要素ってすげえ大事だと思うんですよお金があってもうん例えばまあ無人島だったらお金必要ないかもしれないですけどまあイメージとしてはまあ無人島何もないところでお金だけ持ってますと何不自由なく暮らせるとだけど人がいなかったら多分寂しいと思うんですねうん何かしらそこになんかねあのうん うんまあ、人とね、まあ、直接会ってるわけじゃないですけど、繋がってるっていうなんかそういうのが、うん、まあね、金八先生じゃないですけど、人っていう感じは人に支えられて生きてるみたいなね、なんこういうなんか言うのなんかあったような気がするんですけど、うん、だって人は人から生まれてますからね、うん。なんか人と関わるっていうことが人として生きている、まあ猿もね、 猿として生きて猿と関わってると思うし、キリンさんもキリンで生まれてたキリンと関わってるし、象は象と関わってるだろうし、なんかやっぱその関わるっていうのを結構生きていく上でのすげえ大事なことなんじゃないかなと思うんですよ。だけど誰と関われるのかっていう死ぬまでに。それが何十年もこのお付き合いができる中と巡り合えたのが何人もいたら結構いいと思うんですよね。僕はまあ、 うん、発信してるおかげで結構人数はちょっと多いんじゃないかなと思うんですね、うん、結構深い関係ですねうんだからまああの発信した方がいいと思いますよ、うん、なんかそのお金がみんなねまあお金ビジネス的に言うんだったらお金が稼げるからみたいな話で情報ビジネスいいよコンテンツビジネスいいよみたいな話をするんだけどもぶっちゃけまあそれはそれでいいんだけどももっと他にもねいいメリットがあるんですよ で、そのメリットの方が実は大きかったりするし、だからまあ、うん、これはでもやらないとわかんないですね。うん。だやればやるほど楽しくなるし、やればやるほどわかるし、でもやらなければ、うん、わかんないだろうしね。お金も稼げないし。やりましょう。いってらっしゃい。